ロイ・フラー・ロイ・フラーは、アメリカ合衆国出身のダンサーであり、モダンダンスと、舞台賞名技術療法の分野のパイオニアであった。その画期的な業績上、芸術としてのモダンダンス最初のパフォーマーなどと呼ばれる、こともある。フラーは、シカゴ郊外のフラーズバーグで、メアリ・ルイーズ・フラーとして生まれた。フラーは、プロの子役として、舞台のキャリアを始め、後にバーレスク、ボードビル。 サーカスのショーでスカートダンサーとして振付とダンスをするようになった。初期のフリーダンス実践者としてフラーは自身の自然な動きや即興技術を発達させた。フラーは自分の振付に自分でデザインした多色の照明で照らした絹のコスチュームを組み合わせるようになった。フレデリック・グラシアによるロイ・フラーの肖像を、1902年、フラーは1891年。 サー・アペンタイン・ダンスなどの作品においてアメリカで有名になったが、フラーは自分をまだ女優だと思っている大衆に真面目に受け止められていないように感じていた。ヨーロッパツアーの間にパリで温かく迎えられ、フラーはフランスに残って仕事を続けるよう説得されて受け入れた。フラーはホリー・ベルジェールの常連出演者として火のダンスなどの作品を上演し、成功を収めた。 フラーは、アール・ヌーボー運動の具現化のように見なされるようになった。1895年の映画、アナベルのサーペンタインダンスや、映画制作のパイオニアであるオーギュスとト,トルイのリュミエール、兄弟が作った1896年の映画、サーペンタインダンスは、フラーのパフォーマンスがどういうものであったか手がかりを与えてくれる。前者に主演しているのはアナベル・ムウーアだが、 後者の映画に出てくるダンサーは誰だか分かっておらず、しばしば誤って、フラー自身とされる。フラー自身は1901年に、フランスで作られたモノクロの短編サイレント映画、ロイフラーに出演し、サー・アペンタインダンスを踊っている。セグンド・デ・ショモンのバルセロナの工房で、ステンシル彩色された版もある。ホリー・ベルジェールのロイフラー、パルによる、ポスターフラーの革新的な作品は、 多くのフランスの芸術家や科学者から注目を浴び、尊敬され、また、フラー自身がそうした人々と信仰を結ぶようになった。ジュール・シェレ、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレック、フランソワ・ラ・ウール・ラルシュ、アンリ・ピエール・ロシェ、オーギュスト・ロダン、フランツ・フォン・シュトック、モーリス・ドニトーマス・テオドール・ハイネ、コロマン・モーザー、デメトル・シパルス、ステファヌ・マラルメ、マリキュリーなどと知り合った。フラーは、 カラーフィルタを作る、化学合成物や照明と衣装を発光させる、化学使用の使用などを含む、舞台照明関連の特許を多数取得した。フラーは、フランス天文協会会員でもあった。フラーは、同郷人である、アメリカ生まれのダンサー、イサドラ・ダンカンなど、他の画期的なパフォーマーを支援した。フラーは1902年にウィーンとブダペストで独立した。 コンサートを開ける様式に援助し、ダンカンがヨーロッパで輝かしいキャリアを始める手助けをした。1900年のパリ万国博覧会でパフォーマンスを披露した際は、アーサー・ディオシーに紹介された、世界巡演中の日本の川上音次郎一座を招き、川上貞役子ブームを生み出し、パリ公演が成功した。女優、花子が参加したとシルスロンもあるが、誤りである。 ロイ・フラーの元々の芸名はルイであった。現代フランス語ではエル・アウィーは聴覚を意味する言葉である。パリに着いた際、フラーはルイとエル・アウィーを引っ掛けたあだ名をつけられた。フラーは中世フランス語のエル・ワが崩れた形であるロエという名前を名乗るようになったが、このあだ名のもとになったエル・ワはエル・アウィーの先駆けとなった形で理解などの意味を表す。 フラーは、ロロフラーというあだ名でも呼ばれた。メディアを再生する、セグンドデショモンが、ロイフラーを撮った1901年の映画ディピカション、オブフラーズサーペンティンダンスハウエバー、ノットアクチュアリー、フラーパフォーミング。フラーは、ルーマニア王マリアと非常に近しい友人であった。二人の間で交わされた、大量の書簡は出版されている。フラーは、パリのアメリカ大使館を通して、 第一次世界大戦中にアメリカ合衆国がルーマニアに資金を貸し出すよう手配を行った。その後、マリアの息子カロル王子がルーマニア王室から疎まれて愛人のマグダルペスクと共にパリに住んでいた時、フラーは二人とも親しくなった。二人はフラーとカロルの母、マリーのつながりに気づいていなかった。フラーは最初、 マリーに対して二人を弁護していたが、後にマリーと共にカロルをルペスクと別れさせようとしたものの、うまくいかなかった。マリー王妃やアメリカの実業家、サミュエルヒルと共に、フラーはワシントン州の地方にあるメアリーヒル美術館建設の手助けをした。ここにはフラーのキャリアに関する展示がある。フラーは時々、フラレッツとか、 ミューズたちなどと呼ばれる弟子のパフォーマンス上演のため、アメリカに戻ったが、晩年は、パリに住んだ。1928年1月1日、65歳で、パリにて肺炎で亡くなった。仮葬にされ、肺は、パリのペール・ラシェーズ墓地にある、遺骨安置所に埋められた。姉妹であるモリー・フラーは、女優やボードビルのパフォーマーとして長く活躍した。フラーの階層録である、 我が生涯の15年は、英語で書かれ、セルビアの王族出身であった翻訳家、ボジダル・カラジョルジェビチにより、フランス語に訳され、アナトール・フランスの序文付きで1980年に、パリの f 1文から刊行された。フラーは、数年後に、再び回想録を英語で書き、これは、ダンサーの生涯の15年として、ロンドンの H ・ジェンキンスから1913年に、出版された。 ニューヨーク公共図書館のゼローム・ロビンズ・ダンスコレクションは英語版のほぼ完全な趣向とフランス語版関連の資料を所蔵している。コロマン・モーザーが描いたフラートゥールー・ズ・ロートレックが描いたフランフラーの作品はプロや一般人などの関心を再び集めるようになった。ロンダ・ケ・ゲアリックの2009年の研究、電気のサロメ、 エレクトリック・サロメはダンスのみならず、モダニズムのパフォーマンスにおける、フラーの中心的な役割を示した。サリー・アル・ソマーは、フラーの人生と時代について広く著作している。マーシア及びリチャード・カレントは、ロイ・フラー、光の女神というタイトルの伝記を1997年に、刊行した。哲学者のジャック・ランシエールは、現代における美学の歴史を論じた、アイステーシスでパリにおける、 フラーのパフォーマンスに一章を抑えており、芸術と技術的発明を結びつける試みにおいてこのパフォーマンスがアール・ヌーボーの象徴的事例であったと分析している。ジョバンニ・リスタは680ページに及ぶフラーに触発された芸術作品やテクストを集めた本、ロイ・フラー、ベルエポックのダンサーを編纂した。フラーは現代の振付家にも影響を及ぼし続けている。 ジョディ・スパーリングは、フラーのジャンルを、現代的な視点から再構成しており、フラーに触発された作品を数十作振り付け、フラーの用語や技術を21世紀に発展させた。スパーリングのカンパニーであるタイムラプスダンスは、全員フラーの様式のダンス技術やパフォーマンスに、通じた6人のダンサーからなっている。アン・クーパー・オルブライトも、フラーによる、 照明デザイン特許から触発された一連の作品で、照明デザイナーと共同している。ステファニー・ディジュースとは、ロイフラーの人生に関する映画、ザ・ダンサーを監督しており、女優の底が、ロイフラーをリリー・ローズ・デップがイサドラ・ダンカンを演じている。映画では、ジョディ・スパーリングがクリエイティブコンサルタントを務め、そこのダンスを振り付け、 フラーのテクニックを教えるためそこのダンスコーチも務めた。映画は2016年カンヌ国際映画祭で上映された。山本淳二、ロイフラー、元祖モダンダンサーの波乱の生涯風媒者、2018年。ありがとうございます。